ない。バッターは攻め込んでないですね。そのあたりがその両投手毎回ランニングの、今日、どうしてもランナーがね、大きくボールこれだけ出すということでしょうね。はい。するということは全く考えてないということですね。なるほど。ここはカープ、ね、はい、担当ですから、やっぱりね、この甲選手に、ね、一発ね、はい、打ってほしいですね、本当に、非常にいい働きしてますね。そうなんですよね。1回目の出場ということになりますが、そのうち今日合わせまして10試合が代打で起用されています。昨日は代打として初めて今シーズン初のタイムリーヒットを放ちました。ですよね。だからこういうところでね、はい、すごいですね、本当にね、もうやりがいある、面白いでしょ、3分間ね、非常に引き締まった表情。ワンアウト二塁一塁。今シーズンここまで代打の成績は7打数2安打、打点が1、2割8分6厘としています。カウントを悪くしました。そのあたりはまあもう代打の経験はとにかく豊富という西田さん、カープの切り札でした。さんだけ本当に気が入ってるでしょうね。だから監督はよく見てるでしょうね、この、まあ、甲選手の場合はね、はい、やはり非常によくね、練習もしてるしね、まあ、結果も出てるということですよ。はい、1回ね、こう苦しい時に、はい、フォークボールを投げられますとね、釣ってしまうんですよね。甲選手はね、絶対打つと打つのと思ってますんでね。はいはい、シューベン インコースを捉えました。ここが三振。しかし打順トップに戻って、このところ当たってきている尾形、今日はしかしここまでノーヒット。1番に入ってようやくヒットの方も連続して出るようになりました。昨日は川口から6回に勝ち越しのホームランも放っています。バッターなんですけど、はい、やはり今年が一番大事です ね、 そうです ね、 ね、本当に監督は信頼しますので ね、 ね、打ち上げてしまいました。バックが出てきます。